機動戦士ガンダム UC エンゲージ狙い撃つぜ。はい、皆さんどうもテントモです。というわけで先ほど公式生放送が終わりまして、今現在ツイッターから収録しております。いつもだったらね、生放送のスクショを撮って、でそれを動画にまとめて出しているんですけど、今回はね、いっそのことツイッターを利用してしまえと思いまして、そう、ツイッターの方にもね、今日の生放送の画像がアップされているので、まあ、これをチェックしていったら大丈夫かなと思って、はい、てことでガンダム UC 情報局シャープ12が行われました。まあかなりのね、波乱のあった配信となりましたけど、ただね、めちゃめちゃ嬉しい情報、特報、想定外の特報が届きまして、想の定の外、まあ、僕にとっては特にね、それをチェックしていこうかなと。なので今回まとめっていうよりはピックアップして、ね、お届けしようかなと。では早速いきましょうか。てことでこちらです。じゃじゃん、 UC 情報局速報、黒き獅子ガシャの機体とキャラを発表、性能の詳細も明らかに。ってことで、なんと次回の限定ガシャ、紅白ガシャが来るかと思いきや、黒き獅子ガシャってことで、まさにこいつのためのガシャって感じのね、バンシーノルン NTD、 ここで登場となりました。来年かと思っていたら、ね、10月にバンシーノルン来たから、早くても来年でしょうと思っていたんですけども、まさかの年末に登場ですよ。ってことでリディ・マーセラスね、僕が来ました早いね、10月に来てまた12月に来るとは。ってことで、これはね、僕は艦長を目指します。はい、さすがに艦長を目指します。今回はノルンの時と違って限定です。ノルンはイベントでした。今回は限定ということで、しかも超越がね、実装されているので、これは艦長を目指さなければ。しかもね、何やらね、超覚醒っていうものがね、追加されたみたいなので、ね、それもね、早く使ってみたいですし、まあ、一末の不安は教習機っていうところなんですけども、まあでも同じ教習のクシャトリアがね、干潮したことでめちゃめちゃ強くなりまして、今普通にアリーナでスタメンを張らせております。はい、なので、干潮、そして超覚醒が備わったこのバンシーノルン NTD も、クシャトリア同様というか、クシャトリア以上のね、暴れっぷりを見せてくれる教習機機体なんじゃないでしょうか。はい、ということで、まあぜひともね、艦長クシャ、そして艦長 NTD ノルン共演させたいと思っております。はい、では早速性能チェックいきましょうか。もうノルンが来る、ノルン NTD が来るっていうのが頭に入ってからね、全くね、生放送見てなかったそう、チャットでキチャーキチャーっていうのをね、書くのに必死だった。ということで行きましょう。 UR バンシノルン NTD 緑属性教習機、かっちょいいね、本当に。うんいやー、来てくれたか。ってことで、なんかちょっとぼやけてますね。綺麗じゃないな、文字が若干見にくい。EX スキル、黒き獅子、ターゲットしている敵一機に攻撃力の 603% のダメージ、 MS 属性緑の味方に20秒間ダメージを 26% 上昇。あ、なるほどね。自身に10秒間超覚醒状態を付与。おお、 EX スキルで超覚醒になるんだ。なるほど、黒ボンか。黒ボンの緑バージョンって感じですね。で、黒ボンと違うのは超覚醒が備わっているということで、なるほど、緑を強化していけますね。うん、まあ直近で僕はアレックスゲットしましたし、で他もなんか緑、あ、そうだここ最近緑やばいんだ。ここ最近っていうか、そのアレックス、そしてペルフェ君、ジオ、そう、先日の超 VS 極みチャレンジで、ね、超神引きしたこいつら全員緑でした全員緑属性だった。まあ、とりあえず今アレックスをね、急いで熟練度上げているんですけども、そうだ、ペルフェ君、ジオも緑だった。ってことで、もう大幅に強化。もうすべてはこのバンシーノルン NTD のための流れですね。超バーサス極みチャレンジ、もう完全にこのため。
そして言うたらね、この2022年下半期の僕の神引きっぷりは全てこの最後のガシャバンシーノルン NTD のために培われてきたものじゃないのかなってね思えてしまう、うん、で最後の最後に弾けないっていうのは嫌だよ、うん、ここでも神引きをして、ここでも神引きすることができたらもう来年はね2023年はそこそこの引きでもいいので、はい、ここまで神引き力ね続いてほしい、いやワイならできるということで、スキル1回避時に10秒間ビームダメージ 17% 上昇5回まで重複ってことで最大 85% バフ、そして回避時に EX ゲージ 6% 回復、あ、なるほど、回避期待か、戦闘開始から20秒間回避率 30% 上昇、おーすごいバフなんだけど20秒なんですねノルンと同じやん、通常ノルンとイベントノルンと同じやないですか、速攻型か、また、なるほど、まあでもアリーナだと躍動しそうですね、うん、そしてスキル2強撃ビームマグナムを解放、戦闘開始からダメージ上昇20万上昇、お、これはあれか、シャゲルか、シャゲルと同じでね、あの最大ダメージ数値が 99,999 からプラス20万で299,999 まで上がる感じですね、うん、あ、でさらにシャゲルと組ませればさらにシャゲルのダメージ上昇も加わるのでね、とんでもない数値を出すことも可能になりますね、僕はシャゲルも持っております、全てはこのため全てはノルンのためにシャゲルも引いていたっていうことかな、はい、そして戦闘開始から射撃ダメージ 200% 上昇、お、射撃ダメージ 200%、 え、また新しい射撃ダメージ 200% すごいね、あー、兵装の射撃系が全部 200% バフがかかるって、えげつないように感じますね、なるほど、で加えてダメージ上昇20万持っているので、うん、しかもスキル2で持ってるんだね、シャゲルは EX スキルでダメージ上昇持ってましたもんね、うん、ということで、そして超越スキル、戦闘開始から命中率 25% 上昇、戦闘開始からビームダメージ 36% 上昇、戦闘開始から EX ゲージ 50% 回復ってことで、超越ね、干潮するとさらにこいつらが加わります、これは黒ボンと同じ感じかな、なんか似てるように思うんですけど、どうだったかな、で今ね黒ボン確認してきたんですけども、上2つは同じ、一番下が違って、一番下が黒ボンは絶対回避状態不要で、このバンシーは EX ゲージ 50% 回復ってことで、その違いですね、まあ、バンシーもね絶対回避状態欲しいところではあるんですけども、実は持ってるんですよね、そう、何やら超覚醒状態の場合は絶対回避状態でもあるということみたいで、うん、まああんまり聞いてなかったんですけど、まあ、ちょっと後で画像を確認してみましょうか、そして主兵装ビームマグナム威力 C、 副兵装ビームサーベル威力 SSS-、 高いね、さすが強襲機ってことで、あ、でもだとするとスキル2の射撃ダメージ 200% 上昇はこれとはちょっと相性が良くないというか、バフはかからないですね、あ、なるほど、主兵装と第三兵装の威力を底上げするためのバフって感じか、あー、そういうことか、第三兵装強撃ビームマグナム威力 B ってことで、主と第三の威力は低いんですよね、なるほど、そこをちょっとでも高めるためのスキル2って感じみたいですね、あー、そういうことか、そうか、うん、まあ結局はでもビームサーベルですよね、ビームサーベルで相手を切っていく、そしてあとは EX スキルって感じか、なるほど、まあダメージバフ自体は結構あるので EX スキル、そしてスキル1,2、 そして超越スキルとね、全てにダメージバフは持っているので、でまあそこにね超覚醒も加わって、まあかなりの火力期待っていうね
感じには思えるんですけども、まあ、とりあえず聴覚性とは何なのか確認してみましょうか。はい、てことで上のツイートにありました UR バンシーノルン NTD 聴覚性、聴覚性前、そして聴覚性後、アイコンの周りが光るんですね、輝くんですね、きらびやかになると。いや、これはいい。うん、そして戦闘シーン、戦闘中も変わるんですね。なるほど、あ、そういうことか。 NTD 覚醒バージョンにもこの一つの機体でなりうるっていうことか。なるほど、覚醒バンシーを別で出すとかじゃなくて、これでデストロイ、そして覚醒両方備わってるっていう、そういうことか。考えましたね。あ、てことは今後登場するであろうユニコーンガンダムも覚醒ユニコーンではなくて、ユニコーンガンダム NTD 聴覚性っていうので、その聴覚性が覚醒ユニコーンっていう感じで使ってくるんでしょうね。あ、なるほどね。そうか。はい、てことで、ではね、聴覚性の内容を見てみましょう。ほい。EX スキルは発動後10秒間、バンシーノルン NTD 聴覚性時効果、絶対回避状態を付与、ビームダメージ 100% 上昇、おお、さらに 100%。 いや、聴覚性やべえな。そしてダメージ軽減 50% 上昇、おっと、軽減も防御も高まると。回避もするし防御も上げる、そして火力も上がる。いやー、聴覚性えぐいね。なるほど、これは強襲機といえどもめちゃめちゃ人権級になる可能性の獣を秘めておりますね。うん、クシャトリア以上になりそう、というかなるか。クシャトリアがあんだけ強くなったんだから、最新のこのバンシードル NTD は当然その上を行くはずです。はい、それを信じて僕は艦長ガシャやっていきたいと思っております。はい、てことで残るはリディを、ワイを、自分自身を確認していきたいと思います。さあ、今回のリディはどうだ。 UR リディマーセナス、射撃130、格闘162、おお、格闘めっちゃ高いね。そして反応159、反応もかなり高い。耐性136ってことで、格闘反応が高いキャラクターとなっております。まあ、強襲機に適してますね。そしてスキル1、 MS が緑属性の時、戦闘開始から30秒間命中率 24% 上昇、おお、ここで命中バフをかけていく、ありがたい。そして MS が強襲タイプの時、戦闘開始から30秒間回避率 24% 上昇、おお、こっちでもさらに回避を上げていく、命中&回避バフ。そしてスキル2、 MS が機体カテゴリーラプラス戦争の時、回避時に10秒間射撃戦数 60% 上昇、5回まで重複。おっと、格闘ではなく射撃、なるほどね。まあ、とにかく主兵装、第三兵装の火力も存分に高めていこうとね、そういった感じですね。うん、まあ、ただカテゴリーがラプラス戦争なのでかなり限られる、汎用性は低いスキルとなっております。はい、そして MS が機体カテゴリーユニコーンタイプの時、回避時に10秒間格闘戦数 60% 上昇、5回まで重複。ああ、こっちで格闘戦数高めてくれておりました。なるほど、リディの方はなんかまんべんなく命中も回避も、そして射撃も格闘もっていうね、うん、いい感じにバランスの取れたバフキャラクターとなっておりますが、スキルにはカテゴリーがラプラス戦争、そしてユニコーンタイプということなので、もう完全にね、ガンダムユニコーンの機体に限られるので汎用性は低い感じですね。うん、MS が機体カテゴリー黒い MS の時、回避時に10秒間反応 16% 上昇、5回まで重複。おっと、スキル2が3つある。スキル2が3つは初めてかな。どうだったっけ、アイナ様とかどうだったっけ。ということで、すごいね。おお、ここは反応だから、反応いいね。反応は回避だけじゃなくてガードも高めてくれますよね。うん、反応の上昇は熱いですね、黒い MS。 まあ、黒い MS なら、まあ上の2つのスキル2よりは汎用性はあるのかなと。
いやー、これはノルンに乗せたいな。ノルンに乗せれば、さらにノルンをね、遺憾なく、ね、強さを発揮させることができることは間違いないので。さあ、今回の僕のノルンリリーチャレンジは、前回の10月同様に、超神引きとなるか、ね、注目でございます。先日の超 VS 極みの超神引きとはまた違った、とんでもない超神引きをしまして、10連でノルン、そして10連でリディ、しかもそのどちらも初めて見る神演出っていうね、最高すぎるパターンだったんですよね。もうあんなガシャは二度と起きないという奇跡のガシャでした。それを再び、奇跡を再び起こしていくことはできるかどんなガシャになるのか見ていきましょう。はい、ということで、今回はとりあえずバンシーノルン NTD& リディ・マーセラスの特集でございました。はい、てことでノルン&リディチャレンジ、艦長チャレンジ、まあリディは艦長ないけどね、ノルン艦長チャレンジしっかりやっていきますので、ぜひとも艦長できることを応援してもらえたら、願ってもらえたらなと思います。まあ僕のね、ここまでの引きと変わらなければ普通にできるとは思うんですけど、さあどうなるかね、超 VS 極み的な神がかった引きをまたすぐできるかどうか、やっていきたいと思います。では乞うご期待ってことで、今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ノルン。